3分でわかるベンゾジアゼピン契約。精神科のお薬の中でもベンゾジアゼピン契約というジャンルのお薬は昔からあって有名なものが多いです。ベンゾジアゼピン契約の名前の由来でもあるベンゾジアゼピンという部分はお薬の構造式で特徴的な部分であるベンゾジアゼピン骨格から来ています。またベンゾジアゼピン契約の中でもいろんなお薬があるのですが、消失半減期の長さによって超短時間型、短時間型、中間型、長時間型、超長時間型に分類されます。作用としては眠れない時のお手伝いをする作用の他にも不安を和らげる作用だったり筋肉をほぐすような作用などがあり、特に不安症状が出た際に頓服としてこのベンゾジアゼピン契約が使われることもあります。睡眠薬として使われることもありますが、先ほども述べたように筋肉をほぐすような作用があるので、ふらつきからの転倒に注意する必要があります。他にもお薬を飲んだ後の記憶を忘れてしまう前向性健忘を引き起こす可能性があるため、寝る直前に飲むことが大事です。そして今言ったような症状が起こりやすくなってしまうので、お酒は併用しないようにしましょう。ベンゾジアゼピン契約は依存性があるという話を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ベンゾジアゼピン契約というのは処方された用量であっても長期的に服用を継続していると依存を形成すると確かに言われています。依存というのは精神依存と身体依存の2つに分けられますが、ここで言う依存というのは身体依存がメインとなり、急に服用を中止してしまうと元々の症状が悪化してしまったり離脱症状を引き起こしてしまう可能性があります。ベンゾジアゼピン契約は依存性があるというフレーズを聞いてしまうと、自分は大丈夫なのかなと心配になりますよね。それでも自己判断をせず、かかりつけの医師や薬剤師にご相談することをお勧めします。服用をやめる際も急に中止するのではなく、少しずつ量を減らしたり間隔を空けて服用することで慎重に減らしていくのが基本になります。それでは今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思ってくださった方はまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。